生麦事件。1862年8月21日、生麦で、島津藩主、島津久光の行列の方向に、数人のイギリス人が馬に乗って進んできた。藩士たちは、馬から降りろと身振りで伝えたが、イギリス人は、両橋を渡るのだと勘違いした。そのうち馬が暴れ出し、藩士たちは激怒し、イギリス人3名が死傷。なぜ大事件になったのか。薩摩藩士が、今でいう公務員であったから、大事件に発展した。事件その後、イギリス側は激怒。というのは、当時の幕府は、外国と治外法権という、不平等な条約を結んでいた。イギリスは賠償金を出せと言ってきた。幕府は10万ポンド、薩摩藩は2万5000ポンドと、犯人の引き渡しを要求。幕府は、なんとか従ったが、薩摩藩は完全拒否。また、激怒のイギリスが、薩摩藩を攻める。それが、薩英戦争。豆知識1、生麦の由来。徳川の将軍が、江戸に入る際道がぬかるんでいたため、村人が麦の方を敷き詰め、道を作ったから生麦になった。豆知識。1、大名行列の際は、飛脚とお産婆さんは横切っても OK だった。